牡蠣船は、川辺に係留した和船で、牡蠣料理を食べさせる飲食店。1660年代に、秋国草津から大阪までの、小西や、五郎八の柿売りの船が起源とされている。当時は、草津、日本、矢野の港を晩秋に出港。大阪の各港で生牡蠣を販売。翌年の1月から2月頃に、広島に帰っていた。 1707年の大阪での火事の際に、高麗教化の幕府の考察を守ったことで、草津の業者は、大阪町奉行より、事業の特権が与えられ、株仲間制度のもと、草津、日本出身者が事業を独占することになった。船内での柿料理の提供は1810年代より、始まった。1832年のメニューとして、柿飯。 カキの土手鍋、すがきカキ柿の吸い物、からまぶしなどが記録に残されている。明治以降、草津の業者に加え、矢野やカイの業者もカキ船に参入。1882年時点で77隻昭和初期で150隻以上、カキ船の数を数えた。標準的なカキ船で、板前、中井、出前持ちなど10人前後の従業員で、 営業していたとされている。また、明治以降は、柿フライなども出されるようになった。また、付け合わせとして、広島な付けも出された。広島市内でも、第二次世界大戦の前から元安川や、本川で営業していた。明治以降、東京でも柿船が登場。大阪のものとは異なり、食材のみを広島から仕入れる形態になった。 夏季の輸送手段も、大正時代には汽船を、昭和時代には、麦味を汽車で運ぶように変化していった。第二次世界大戦後、陸上に店を構える店舗に転換するなどして、数を急激に減らしている。2014年現在、広島県広島市元安川に2席、広島県呉市境川に1席、大阪府大阪市旧四度川に1席、 長野県松本市松本城の堀に一石がある。平和公園地図。神奈川の移設先は元安橋と2宮島の間あたり。1が原爆ドームにあたり近接していることがわかる。なお広島はこの地図よりさらに南に移設することになる。広島市内の柿船について2013年に国土交通省より2014年度以降の河川。 使用許可を認めないと報じられた。観光資源としての価値を認めつつ、1991年の台風19号などで漂流したことなどから、治水の面で問題あるとしていた。2014年3月には対策を検討していることから2014年度の使用許可が出ていた。その後、2014年11月に、止水域の中から、 かなわは同じ、元安川の現在地より上流400メートルの位置に、広島は本川のアステールプラザ近くへの移転を検討していると報じられた。同月28日に移転先の特別区域への指定を承認した。かなわの移転先については、原爆ドームの環境を維持するための干渉地帯に指定されているなどの理由から、 原爆犠牲広島の石踏みを管理している市民団体などから反対意見も寄せられている。同年12月に開催された広島市議会では問題はないとしている。一方、2015年1月に日本イコモス国内委員会の調査が入り、国内委員会は計画の再考を促している。国内委員会が再考を求めたことについて、 広島市長は15日に改めて問題ないと反論している。元安橋下流で下記船が営業をしていたと複数の証言がある。その中の一人は1938年から1939年頃、または1937年から1938年頃、詳細な位置として旧大手町三丁目付近で、 微前屋カキ船が営業をしていたと証言している。例として、倉敷のカキ像は、料亭旅館に転換している、双方とも、平和大橋の下流側。ハット後の報道で、1997年頃から、撤去を求めていたと報じられている。遊覧船乗り場に隣接。原爆犠牲広島の石踏みの近くでもある。ありがとうございます。